皆さんこんにちは、なごみです。いかがお過ごしでしょうか。数日前の寒さもなくなり、すっかり春の陽気です。本日は穴場的ラーメン屋さんへ向かっております。私も随分と県南地域に住んでおりますが、まだまだ知らないお店がいっぱいです。この道は最近ずっと混んでいますね。混みそうなものはないんですけど、信号のつながりが悪いんでしょうか。向かっている先は元市民病院があったあたり。あのあたりも随分と変わってきましたね。到着です。本日お邪魔したお店は高瀬さんです。この辺りは足を踏み入れることがなかなかないため、お店を全く存じ上げませんでした。では参りましょう。店内は比較的広め、漫画もありゆっくりと過ごせそうです。お水はセルフですね。お母さん一人で切り盛りしているようなので、時間に余裕を持って訪問した方が良いかもしれませんね。それにしてもこの広さを一人って尊敬しちゃいますね。卓上はこんな感じ。メニューを見ていきましょう。タンメンが好評のようですが、あえてチャーシュー麺とチャーハンをいただきましょう。こちらはランチメニューですね。一番高いメニューで800円とは。さて、料理の到着です。見るからに美味しそうですね。ではいただいてまいりましょう。いつものようにスープから。良い色合いですね。そして麺です。なんていう麺なのでしょうかね。そしてチャーシューです。チャーハンはどちらかというとしっとりですかね。チャーシューがゴロゴロ入って良い感じ。これはうまいですね。昔ながらの中華そばって感じもあります。スープも味がしっかりして濃いめ。私は大好きなタイプです。チャーハンもうまい。中華鍋の良い音が店内に聞こえてましたから、この美味しさもうなずけます。ではどんどん食べ進めてまいりましょう。
チャーハンの中にチャーシューがたくさん入って嬉しい限り。ラーメンの中のチャーシューはそこまで大きくないですが、これも味が濃くうまい。チャーシューが十分おかずになるレベル。看板を見ると随分昔からあるような感じです。私もまだまだ知らない店がたくさんあり、そういう発見がまた楽しい。冒頭にもありましたが、おかみさんのワンオペのようです。混み合ってる際などはお客もその配慮が必要かと思います。それにしてもチャーハン、ラーメン、またチャーハン、これは幸せですね。ご飯を食べている時が至福の時です。こちらへ訪問する時、4号沿いのガストは撤退してまた違う飲食店ができてましたね。私も年を取り、こういう昔ながらのお店の方が落ち着きます。できる限り続けてほしいものです。完食です。ごちそうさまでした。大変おいしくいただきました。チャンネル登録お願いします。